オッケー。やばいやばいやばい。ちょっと皆さん、やばいです、ほんまにこれ。ほんまにこれやばいで。照明つけ。なんで？あ、ついた。よし。オッケー。皆さんこんにちは。ヒガです。はい、ということで、本日なんですけれども、クリスマスデートに行く前の GRWM！はい、ということでですね、本日なんですけれども、ヒューガもねクリスマス味わいたいよということで、皆さんとね一緒に、まあ、ちょっとねゲットレディー with me やっていこうよという企画でございます。はい、ちょっと久々にね、まあ、ちょっと喋りながら準備していこうかなと。まあそろそろね、もうクリスマス時期、もうすごいクリスマス時期なんですよ今。すっごい世間じゃクリスマス時期で、もう世間じゃもうカップルの人たちが、まあ、クリスマスを堪能するよっていう時期なんですけれども、まあ別にそれを俺もまあ別に味わいさせていただきますという感じで今回やっていこうかなと思っております。まあ、別にまあここで俺がクリスマスのデートに行くよっていう気持ちの準備するから。君がいなくなった日、だから、まあ、今回は、まあ、女の子とかだったらさ、クリスマスメイクとかあると思うんだけど、まあ、クリスマスヘアセットしていこうかなと思います。はい。クリスマスヘアセットって言ってもね、まあ、いつもと変わらないんですけれども、まあ、今回ね、まあ、今日は、まあ、ヒューガと一緒に、まあ、ちょっと準備していこうよと、感じでやっていきたいなと思うんですけれども、正直な話言っていいですか？マジな話言うと、ぶっちゃけで言うと、マジこんなね、クリスマス前にデートに、こんなことありえないと思うんですけれども、出るあと15分前です。やーばい。普通にやばい、普通にトレーニング行ってた。まあなんで今日この企画撮ろうかなと思ったのが、今日は都内の方に撮影に行くんですけれども、まあだから今日な、その都内に行くわけじゃないですか。っていうことはまあもうデートなわけじゃないですか。はい。わかります？はい。まあ、都内に行くっていうやつも結構決めていくじゃん。うん。そう、だから、まあ、今日はね、ちょっとまあ、やっていこうよと思ってね。まあ、一緒にちょっとまあ、クリスマスの気分を味わっていきましょうよと。はい。っていう企画になっております。はい。ということでですね、ちょっと待っててくださいね。今、お風呂入ったんですよ、さっき。はい、お風呂入って、お風呂上がりのナウです。黒髪のセットはもうやばいでしょ、もう、ぶっちゃいないけ。ちょ、待ってて。はい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 。はい、おい、おい、お待ちどうさま。まあ、今回なんですけれども、お風呂上がりということで、デートに行く前に絶対お風呂入るでしょ。どう考えても。お風呂入らなかったらデートじゃねえよ、もう。はい、ということで、今回ね、ヒューガ君が使うのはこちらですね。はい、ハトムギ化粧水、こちら。結構量も使ってますね。ここから辺までも使ってるんですけれども、お風呂上がりで、こんな感じで。男の子もね、気合い入れてますよ。ぶっちゃけで言うと、こうやってむくみ取るもん、こうやって。こうやってむくみ取って、やっていくよって感じで。やっぱ男の子もね、女の子に、それは気合い入れますよ。まあまあ気合い入れない人もいると思います、やっぱり。もう男なんでね。こうパーカーパッて着て、ダウンパッと着て、こうね、まあやる人もいるんですけど、もう男の子も一応気合は入ってるんだよ、みたいな。まあ女の子も確かにね、めちゃめちゃ気合入ってるんですよ。で、次、とりあえずね、乳液。こちらですね。ハトムギ浸透乳液。まあ、とりあえずこれいつも使ってます。まあ、女の子はさ、確かに、細かいんすよね。メイクとか、服とか、髪の毛とか、あの爪とか、なんだこう、まつげとかさ、こう、いろいろさ、まあ、やることが細かすぎて、まあ、女の子もね、すごい、こう、時間と、お金と、体力使ってるよとは、まあ、もうめっちゃわかる。間違いない。本当にリスペクトもう送る。マジで。リスペクト。感じなんですけど、まあ、男の子もまあ気合い入れてますよと。まあ、男は全員が気合い入れてるか分かんないですけど、僕はね、俺は気合い入れてるよ。俺がち、はい、こうやってむくみ取ったり、お風呂の時も半身浴してやっぱむくみ取っていくよっていう感じでやったりとか、まあ、トレーニング行って、まあ、ちゃんと有酸素運動して汗かいてるよっていう。シアンもうん、気合い入ってます、はい、やっぱりそこはね、気合い入れてないとやっぱそういう気持ちで俺はやるかな。普通に考えて、まあ、女の子がさ、めちゃめちゃさ、こう気合入ってんのに、こっちとら、こんなね、まあ、パーカー一枚で行くなんて、まあ、アホみたいな、そんなもん、バカじゃねえよ、なんて。はい、まあ、そんなのは、まあ、僕はありえないかな。普通にマジで気合入れてくし、なんならもう部屋まで綺麗にしてっちゃう。本当に。何があってもおかしくないからね、本当に。感じで。みんなにね、今日募集したんですよ。今回インスタの方で、みんなのクリスマスの予定はどんな感じつって、YouTube の動画で、匿名で使うよつって、今日やったんで、まあ、それをね、後半にね、ちょっとね、話しながら、ちょっとやっていこうかなと思います。っていうので、一旦ね、ドライヤーですね。
終わりましたと。アイロンかけます。ちょっと一旦落ち着こうか。一旦冷静に考えるね。あと10分で出ます。普通に考えてやばい。あと10分でクリスマスデートに行くっていうのは考えられません。普通に考えて、普通はさ、もうちょい1時間とかかけてセットするやん。セットとか準備ね。ちょっと読んでいこう。一回読みながら今日セットしてる。一つ目、横浜行く。ひよくんいる？ひよくんいないっすね。ひよくんいないです。クリスマス、ひよくんいません。横浜には。はい、ごめんなさいね。はい、まあ、いたらね、ちょっと、もしかしたらね、遭遇したらね、声かけてください。怖い、怖いやつ見つけた。リア充を片っ端から潰していく。怖すぎだろ。リア充を片っ端から潰していくっていうね。怖いなぁ。相当嫌なんだろうな。おー、いいね、結構いっぱいいっぱい来てる。お、いいね、女の子同士でクリスマスパーティー、いいね、めっちゃいいやん。女の子もさ、そうやって結構映えれるよね。やっぱ男同士でっていうのはあんまないだろうけど、女の子同士でさ、こう映えるっていうのってさ、普通に男の子から見ても可愛いなって思うもん。そういうなんかクリスマスパーティーしてたりとか、なんかホテル借りてなんかパーティーしてるようなやつインスタ上がってたりとかすると、あ、クリスマス感じてるなっていうか、あ、めっちゃ可愛いなっていうか、普通にね思う。そこでやっぱこうサンタコスとかやって、ね、自撮り投稿してくださいっていう感じでよろしくお願いしますっていう世間の男の子はみんな思ってます。まあ、ちなみになんですけど、僕はですね、あのクリスマス予定が、あります。あるの、ひよくんみたいな。え、待ってみたいな。え、ひよくん彼女いないやんみたいな。そうだよ、彼女いないよ。別に彼女いなくたって別に予定あるし、別に。なんだと思う、普通に。おじゃ、当ててみて。え、女の子とご飯行くかって。違います。で、女の子とイルミネーション見に行くのつって。違います。じゃあ何、女の子とディズニーでも行くのつって。違います。何行くと思う。男の親友と旅行に行きます。あ、別にそれがね、楽しみすぎて別にクリスマスパーティーしようなんて思ってないからね。うん、男2人で旅行に行くんだけど、クリスマスでね。悲しい悲しい悲しいけど、悲しいけど、別に楽しめればいいんだよ。なんか男友達と、なんかクリスマスを過ごすっていうのは初めて。だから、まあ普通ないか。やっぱ普通はみんなやっぱ彼女とかさ。そうだよな。やっぱ彼女だよな。普通は彼女だよな。でも普通にリアルにね、親友と2人で旅行に行くんですよ。まあ、なんで、まあ、それもね、あの YouTube 上げようかなと思ってるんで、皆さん楽しみにしててください。どこに行くかは言いませんが。別にひよくんクリぼっちではないよっていう。クリスマス一人でパソコンいじってるわけでもないよっていう感じで。次、好きな人にドライブ誘われちゃった。くたばれ。くたばれって。めちゃめちゃリア充じゃねえかよ。おい。おい。めちゃめちゃリア充じゃねえかよ。好きな人にドライブ誘われた？告白やん、絶対。どう考えたって。男そこで告白しなかったら、まあ男じゃねえぞ、マジで。羨ましいかよ。めっちゃいいやんけ、好きな人にドライブ誘われちゃったって。おい、実れよ。ちゃんとメリークリスマスしてこいよ。ゴミ袋持ってサンダする。おお、君、あの、マジで幸せになれ。マジで。本当に幸せになれ。俺、心から思うわ。クリスマスにゴミ拾いしてるんだったら、マジで幸せになれ、絶対に。その心を持つ君はいつか幸せが訪れることを俺は願ってる。マジで。これめっちゃ面白い、この人。彼氏として朝7時ジム待ち合わせからの筋トレデートからのお寿司パーティー、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。めっちゃ筋トレカップだわ。真面目に準備やばい。ちょっと待って、こういう時に限って全然考え決まんないんだけど。ほら、あるあるじゃない。なんかさ、決めていきたい時にさ限って全然髪の毛決まんないみたいな。マジであるあるだべ。てか、なんかマジこんな時間なかったらもっと喋りたいことめちゃめちゃあったのにな。これはまた後日喋るっていう感じやな。やべ、マジで時間ない。マジで時間ない。大丈夫そう？いい感じ？まあ悪くないね。いいよ、いい感じに決まってきた。時間がやばいんで、ちょっと急いで行っていきたいと思います。はい、ということでね、今回の動画はね、終わっていきたいと思います。時間ガチでやばいんで、ちょっとこれで終わります。またやります。それではまた。ということで、都内の撮影頑張ってきます。またねー、バイバイ。